はい、お湯はですね、お湯はこちらから出てきます。お、どんどん集まってきました。今ですね、この、カピバラの露天風呂のエリアにはですね、全部で28頭のカピバラたちが暮らしております。このカピバラたちですね、前頭入ったらとってもギチギチに、とっても目のあるお風呂になるかと思いますのでね、設定しております。カピバラたちはですね、結構うちの温度にうるさくてですね、暑すぎるとびっくりしてしまってすぐに出てしまいます。逆にですね、冷たすぎるとですね、夏はいいんですけれども、寒い時期に冷たすぎると、寒くなってすぐ出てしまいます。のんびりとですね、ゆっくりと使ってくれていればカピバラたちにとっていい温度になりますのでね、ぜひそのようなですね、見た感じもですね、見てみてください。はい、ごくごくとカピバラたちはお湯を飲んでおります。はい、今日はですね、鬼ゆず、ティユで鬼ゆずをご用意しております。皆様、鬼ゆずって聞いて何か分かりますか？普通のゆずとはね、ちょっと違うんですね。鬼ゆずはですね、とっても大きなゆずです。僕のですね、頭ぐらいの大きさあるぐらい、とても大きなゆず、ちょっと持ったかもしれないですけれども、はい、そのぐらい大きなね、ゆず、今日は18個ご用意しておりますので、お湯の方がたまりましたら入れていきたいと思いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。はい、ではですね、このですね、カピバラの露天風呂のエリアのですね、カピバラたちの、メンバーを紹介したいと思います。まずはですね、お父さん、群れのボスがいるんですけれども、皆様はどの子か分かりますか？ちょっと探してみてください。この群れのボス、どこにいるでしょうか？よかったら指さしてみてくださいね。どこにいるかな？どうですか皆様、指さしてみてください。どこかな？はい、あ、大正解の人もちょこちょこいるんではないんでしょうか。はい、正解はですね、あの小屋の中ですね、もぐもぐとなんか食べてる子、くたまるくんという男の子です。この群れのリーダーで、大人がですね、全部で5頭おります。くたまるくんと、男の子1人、あと女の子のゆげちゃん、ゆやちゃん、ちいにちゃん、トリュフちゃんという子がいます。あとそのですね、他は小さな子供たちになります。はい、まだね、今年生まれのまだ小さな子供たち、くたまるくんがみんなのお父さん、そのですね、ひなの4頭がですね、お母さんたちで、今たくさん入っている子たち、この子ほとんどが子供たちになります。はい、そんなですね、大家族のカピバラたちで、今期はですね、このカピバラ露天風呂を盛り上げていただきたいと思います。はい、ここでですね、カピバラ露天風呂の始まったきっかけを、ご紹介させていただきたいと思います。こちらにですね、看板に、元祖カピバラ露天風呂と書かせていただいているんですけれども、ここ伊豆シャボテン動物公園が一番初めにカピバラの露天風呂を始めさせていただいた園だと言われております。今ではですね、日本各地いろんな場所でカピバラの露天風呂を見ていただくことができるんですが、時を遡ること1982年、当時の飼育員が寒い冬にたまたま温かいお湯でお掃除をしておりました。その時にたまった湯だまりにカピバラたちが続々と集まってきたんですね。その時当時の飼育員ひらめきました。カピバラ、水だけではなくお湯も好きなんじゃないかなってひらめいたんですね。それが大正解で、カピバラたちがですね、お風呂にお湯を張ると続々と集まってきたところから、このカピバラ露天風呂が始まったと言われております。今年で42周年を迎えることができまして、今ではですね、伊豆半島の寒い冬の風物詩として皆様に知っていただけるまで大きく成長することができました。はい、今何頭ぐらい入ってるんですかね。結構いますね。ちょこちょこいるんですけれども、たくさん入っております。
はい、とですね、このカピバラについてもですね、皆様にたくさん知っていただきたいと思いますので、今日はですね、カピバラの特徴などもお伝えしていきたいと思います。カピバラ、このような見た目をしておりますが、実はネズミの仲間なんです。皆様知っていましたか？カピバラはですね、世界で一番体が大きくなるネズミとして知られておりまして、体重は大きくなると60キロほどにまで成長することがあります。このですね、群れのリーダーのふたまるくんもですね、60キロほどあるとても大きな男の子になります。そんなカピバラなんですけれどもね、見た目あんまりネズミに近くないかなって思うんですけれども、尻尾もなかったりですね、大きな耳もなかったりとですね、ちょっとネズミなのかなって思われる方もいるかと思います。でもですね、カピバラはネズミの特徴をしっかりと持っております。ネズミはですね、前歯が一生伸び続ける動物です。このカピバラたちも前歯がですね、一生伸び続けるですね、大きなですね、立派な前歯、この子たち持っておりまして、硬い木だったり石だったりもガシガシとかじることができちゃいます。外にいる子でですね、ご飯食べてないのにもぐ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 してる子がたまにいるんですけれども、その子たちはですね、石や枝をかじっております。カピバラはですね、一生前歯が伸び続けますので、硬いものを自分でかじって前歯を整えております。またですね、あの有名なミッキーマウス、皆様、手の指何本か分かりますか？4本を大正解です。カピバラもですね、4本なんですね。見てみてください、足元見える方、4本ですよね。はい、ネズミはですね、4本の手が多くてですね、前の手が4本、後ろの指が3本となっております。はい、またですね、カピバラはですね、このようにお風呂に入る、動物なんですけれども、野生下ではですね、川や水辺などの湿地帯に生活している動物です。野生でもですね、お水の中に潜って生活している動物なんですね。そんなカピバラたち、暖かい、ね、南米の地域に住んでいるんですけれども、お水の中に潜る動物の特徴があります。はい、お水の中に、ね、潜る動物の特徴は、皆様ですね、カピバラ近くにいる方、足を見てみてください。足の指と指の間には水かきがついているの見えますか？水かきがね、指と指の間についているんですけれども、これはですね、お水の中に入ってもですね、スイスイ泳ぐことができるようにこの水かきがついています。ちょっとね、うんちがたくさん浮いていたので、はい、うんちを取らせていただきたいと思います。はい、そんなですね、こんなうんちをたくさんしているんですけれども、カピバラたち気持ちよくてうんちが漏れちゃってるわけではありません。カピバラたちはですね、お水の中でうんちやおしっこをする習性があります。この子たちはですね、猛禽類など、肉食動物にね、襲われてしまう草食動物になります。野生ではですね、天敵がたくさんいるんですね。そのため陸の上でうんちやおしっこをしていると、お水の中で、陸の上でうんちやおしっこをしておりますと、匂いなどでですね、天敵に居場所がバレてしまいます。ですので、お水の中、川の中、池の中でうんちをおしっこをすることで、外敵に居場所がバレないようにしていると言われる、とっても賢い動物なんです。ちょっとね、みんなびっくりしているんですけれども、またね、ちょっとしたら入ってきてくれるかと思います。はい、ありがとうございます。回収してくださってね、ありがとうございました。はい、またね、カピバラたち続々と入ってきてくれるかと思います。
またですね、カピバラ、こんなにおっとりしている動物なんですけれどもね、のんびりのんびり歩いてますね、外で寝てる子もいるんですけれども、実はですね、こんな見た目から想像もつかないほど